じゃあ、行くよ。はい、スタート。はいっす。ベガルタ仙台の松澤選手と、コンサドーレ札幌の松原選手に来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。久しぶりだな。なんか3人になるとめっちゃ、全然違うじゃないかよ、松澤くん。前回クソ思んなかったから。いやいや、前回はあれですよ。初めてで緊張してました。マジで超真面目で超びっくりした、うん、え一つ言ってすか見たけどいいよ全部見なかった全然面白くなかったからでしょ見ない見ない見ない全然面白くないおいおいおい第1話の議題は選手の移籍についてちょっとこの時期だし、ちょっとリアルな話が聞けたらなっていう。で、第2話は、まあ、チームメイトとかの情報をちょっと教えてくれればなって思ってるので、それで。はい。とりあえず1年間お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。まあ、聞いていいかどうかわかんないけど、来年は契約は首じゃないっていうか、その契約満了じゃないってこと大丈夫なのかな。そうです。それを前提で聞いて大丈夫。大丈夫。サッカー選手はやれる。はい、大丈夫です。ああ。もう一回言って松田君。はい。多分大丈夫です。多分残れたら嬉しい。徳島がレンタルだっけ。そうですね。はい。レンタルで仙台に行ってるので。ああ。はい。そうですね、縁も仙台でやれたら嬉しいですね。ああ。じゃあ2人に聞きますけど代理人はいますか。いますおいます。何パーセントお支払いしてるんですか。僕 5% です。俺も 5% とか、なんか端数は 3% とか、なんかその全額が 5% とかじゃないですかね。フィールドと違うっていう契約はあったりするの？いや、俺は、だ札幌自体がそういうの多分あんまなくて、まあ、勝利球も、キーパーはベンチ入れば半分もらえますし。みんな、他の人のね、半分。あ、そうっす。フル出場の、スタメンの45分以上の人の半分、キーパーは出なくてもらえますし、まあ、フィールドプレイヤーは、25%、20% ぐらいしかもらえないですね。出なかったら。出ると半分もらえると思いますけど。なんかそういう感じで、基本的にはキーパーは、スタメンで出てる選手の半分。50% ね、っていうのが結構、どのクラブもそうだと思うんですけど、うん、まあ、若干そこの差みたいなのもクラブによってはあるかとは思います。これ多分契約形態によってもしかしたら数字違ってたりするかもしれないんで、なんかそこは分かんないんですよね、実際にどうか。俺は同じチームのキーパーとはその話はあんましないです。うん。なんか逆に聞きづらいし、聞かれづらいし、なんか人によって違うかもしれないから。ああ。そう、だから他のチームのキーパーと、うちはどうだよとか、そっちはどうなのみたいなのは聞けるっすけど、自分のチームのキーパー、なんか違っても嫌だし、そうだ、ね、なんか俺の方が高くても嫌だし、低くても嫌だし、だからあんま聞けないっすね、意外に結構。俺もそうかもしれない。じゃあ、キーパー同士であんま話はしないってことね。金の話は。そうなんだ。うん、例えば来年契約がないとかっていうのは、だいたいいつぐらいに分かってくるもの？これ結構クラブによっては、直前で言われる人と、こう前もって、代理人と強化の人が話してて、来年の契約を伝えられてる人もいると思うんですけど、僕は結構、そのリーグ終わる1ヶ月前、なんとなく見えてる時があるんで、その時は伝えてもらいます。来年まあありそうだよとか感じで言われることは多かったですね。もう今までね。はい、気になって結構連絡することもあったんで。
俺もまあでもチームによってまあかなんか結構俺は昇格するしないとか降格するしないのチームにいることが多いからなんかまだわかんないっていうのが10月11月頭ぐらいまで言われてて、まあ、結局更新とか満了のタイミングはほぼほぼシーズン終わるぐらいですよ。キーパーはちょっと遅いんじゃないかなって思いますけど。明らかに使われない時は結構夏ぐらいの移籍期間の時に動なんていう代理人に言って動いたりするんだけど、キーパーって自ら動くことはないの？俺はめっちゃありますけど。ああ、あるんだ。やっぱありますけど、やっぱキーパーって1チームやっぱ3から4じゃないですか。うん。でそれをやっぱ4人いるチームのところがキーパー欲しいって言ってもやっぱりなんていうんですかね、やっぱ枠があるんでキーパーは。だからなかなか取ってくれないのもあるし、その今自分が所属してるチームも今3人体制でやってる、4人体制でやってる、穴開けられたら困るっていうことで、その本当に薬金払わないと出ていっちゃダメっていうクラブが多い。だからなんていうんですかね、本当にキーパーの移籍って本当に代表クラスの J1 が動かないと基本的には動くことないと思うんですよ、うん、有力の選手がその動くことが。だからその何年か前にシュミット・ダニエル選手とか海外に行くタイミングってあるじゃないですか、うん、ああいう時はやっぱ開くんだよ枠が。でずれてとか。ああ、そういうことか。そうっす。で、逆に海外から来る選手がいるじゃないですか。そしたら、こう、日本人の有力選手が押し出されるんで、ああ。ちょっと下のクラブに行くんですよ。その、J1 で試合バリバリでした選手が。なると、満了で、こう、動いていくっていう感じで、やっぱ J1 の有力なチームのキーパーが動くことが大前提です。キーパーの移籍はやっぱりなんかここが動いたら全部動きそうだなっていう選手いたんですけど、うん、そこがちょっと動かなかったことによってなんかこう全体の大移動は収まっちゃったんじゃないかなみたいなのはありそうです。はい、個人名は言えないですけどそこ次第だよっていう感じのクラブは多かったと思うんで、うん、一時期、東口さんとか多分あの新潟からガンバ行ったとか、うんうんうん、広島で西川選手が浦和行ったとか、ああいうので一気に動くことはやっぱありますね。全部動くとか、ああいう全体のキーパーのその守護神の移籍っていうんですかね、たまにあります。毎年じゃないですけど。今年はあるの？今年は聞かないね、まだ聞かないですね。ありそうだったけどこうなくなるかもって感じです。ただ俺が噂で聞いてる人が動けば多分結構動くんですけど、うん、それがなんか まだそのメディアに出てないし、うん、代理人界隈とかキーパー界隈でそんな話出てないからまだかなっていう。まあこの1週間2週間12月クリスマスぐらいまでが、うん、その第一キーパーの何ですかね、動くタイミングだから、うん、そこ次第ですね、キーパー陣が動くのは多分。いや、じゃあ1個だけヒントちょうだい。2人合ってんの？そもそもイメージしてる選手ですか？うん。いや、これ P 入れてよ。ちょっと。P？ 誰 P 入れて。P 入れて。お前は誰なの？ちょっと待って、2人います。2人いる、うん、最初1人は、うん、これ入れてくださいよ。え？ P 入れてくださいよ、これ。1人目は、最初。あともう1人は、合ってんのかな、これ。
へえ、俺それ知らない。あ、知らない。あ、じゃあこれ違うとこなんだ。これ俺はそこ当たりかなっていうで、俺が知ってる情報は P ですよ。あ、分かったよ。 どっちしてもみんな P だよこれ。 P P P。 確かにこれほぼ P ですねこれ。本当だよ、名前ばってた。でそうなるととんでもないことになるんじゃないのっていう。確かに。いろいろ動くね。そう、あそこも資金力あるし、両方お互い引き抜かれた方、引き抜いた方も資金力あるから。確かに、ね、実際抜けたらね、2人いなくなるわけだからね。そう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 。これ全然使えねえじゃねえかよ。これ使えないですけど、ちょっとこう、ね、うまく。あの、キジワさんの方でやってもらったら、みんな気になって。ピーピー言ってもお前、そんな後も使えてねえ。これ無理だそこはちょっとうまいことお願いします。